王将戦第3局は、藤井竜王が4六角と実戦まして、それを見て、渡辺王将が62手目を封じて1日目の戦いを終わりました。はい、まあなんか嵐の前の静けさみたいなような感じもしますが、はい、立ち合いの深浦浩一九段は、1日目の戦いどんな風に見ましたでしょうか。そうですね、まあ、相掛かりの形から7七金から8六歩8七金と金を3段目に設置するのが、まあ、今風といいますか、まあ、非常に、ちょっと昔と昔では考えにくい形の思考を、藤井竜王は選ばれました。でその後、まあ、8七金をどう生かすかなというふうに考えてましたけども、まあ、9八香から9九飛車とい う, こう地下鉄飛車、まあ、なかなかその形は実現しにくいんですけども、まあ、実現すると非常に破壊力があるという形を、藤井竜は目指されて、まあ、それを、実現されてはかなわないので渡辺王将の方から、4四銀から5五歩とこう先手陣にこう嫌味をつけるような指し方を選ばれて、まあ、非常にこう全面戦争に及びそうなところで封じたというふうになりました。予想される封じ手なんですけれども、はい、どのような手が考えられますか。そうですね、こう全面戦争になりますと確かにどこから本格的な戦いが起きるか非常に予想がつきにくいんですけど、私はこれは封じ手として予想するのは、まあ、9六歩、先手から9筋から攻めようとしたところなんですけど、はい、まあ、全体的に戦いを及びそうで、まあ、4六歩が非常に、藤井竜王がいい地点に設置できましたので、まあ、ちょっと、まあ、どこにとらわれるということもなく、まあ、9筋を反撃気味にする9六歩を、まあ、一つ封じ手に挙げたいと思います。まあ、他にもそうですね、6四銀左とか5二玉とか7五歩、まあ、後手からも少しこう厚みを築く指し方から、7五歩のように軽く指す指し方まで本当にいろいろ手段が多いところなんで、まあ、きっと渡辺王将も少し悩みながらの選択だったかなというふうに思います。この封じ手の局面の形勢なんですけれども、はい、先生から見てどんな形勢だと思われますか。そうですね、やっぱこの1日目の指し手が8七金型をどう生かすかというところなんですけども、まあ7筋8筋9筋に、まあ、非常に手厚く金を構えて、後手の飛車を、まあ、活躍させないような配置になってますので、また4六角がそうね、1日目の最後の指し手ですけども4六角が非常にいい位置に設置できたので、まあ、やや藤井さんが指しやすいのかなっていう感覚はありますけども、本当にこの全面戦争っていうのは本当にどこがポイントか対局者も非常に絞りにくいので、またそうですね、明日の2日目の展開が楽しみです。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。Thank you.